川端です。よろしくお願いします。今回はですね、2021年中大横浜高校の問題です。正八角形がありまして、それに内側に接する円があります。その時の正八角形の一辺の長さを1とした時のこの円の面積を求めなさいという問題です。まずはですね、この正八角形が出てきた時はですね、対角線できるってことをまず意識してください。こう切っていくわけですね。対角線でこう切るとこんな感じになりますね。はい。で、この三角形は二等辺三角形になります。で、1,2,3,4,5,6,7,8、 もちろん8個になるわけですけれども、ここの一つの角度ですね、これは一周が360度なので、360÷8 を計算した45度ですね。ここの一つの角は45度という具合になります。で、そうするとこの図でも同じように考えて、こう引っ張った時にここが45度になってるよということですね。で、今求めたい、円の面積ってことなんですけども、まあ、要は半径が分かればいいわけですよね。半径かける半径かける対円周率で出ますからね。なので半径って言われたら、ここの接するところと結んであげて、ここの長さを求めたいんだってことですね。で、ここの長さは半径なので、ここ、まあちょっと R と置いておきましょうか。ここは R でします。はい。で、それでですね、この三角形 OAB なんですけども、この R っていうのは三角形の高さですよね。で、高さって言われたら何を意識してほしいかっていうと、三角形の面積、この面積を求めるときに底辺かけ高さはあるんで、その高さになってますよね。なのでこの高さを求めるときはですね、この三角形の高さ、つまり面積について考えるってことが大切になってきます。そうするとですね、この三角形 OAB の面積ですが、 AB を底辺としたときに高さが今半径 R でもあるわけですけども、例えば OB を底辺としたら、高さはこれ A から垂線を下ろすので、高さは、ここが高さになりますよね。ということなので、で、ここの、今、垂線引っ張ったことによって、ここ45度、45度、90度の直角二等辺三角形が出てきます。したがってですね、これ1対1対ルート2ですよね。ということで、ここを比を1、1、ルート2というふうにすることができます。で、今、OA の長さを丸のルート2とするならば、もちろん OB の長さも丸のルート2というふうに表現できます。で、これをですね、ちょっと文字で置きます。せっかく今、丸1個分ですね、ここをちょっと X と置きましょうか。ここからここをね、X、と置きます。そうすると、丸のルート2個分というのは、これはルート 2X という形で表現できます。そうすると、三角形 OAB についてですね、R と X の関係式を一つ作ることができます。つまりですね、半径、ここ底辺が1ですね。1かける、今半径を R と置きました。1×R×1/2。これがですね、ここ、半径ではない、OB の長さがルート 2X で、ルート 2X× 高さが X。なので、これがルート 2X×X×1/2 だよ。ということで、R と X の式を作ることを言いましたね。で、2倍したらここ消えて、そうすると、R イコールルート 2X の2乗という具合に出ます。そしたらですね、まあ、x2 乗イコールにしておくと、ちなみにルート2分の 1r という式が出てきます。はい。で、r と x の関係式、もう一個作ることができます。それは何かっていうと、ここをちょっと h とすると、三角形 OAH ですね。ここで三平方の定理を使うことによって、r と x の関係式を作ることができます。AH の長さですが、これ1の半分ですね。こう二等辺三角形で垂線引っ張ってるから、真っ二つになるので AH が2分の1で、また OA の長さは先ほど言いましたようにルート 2X です。で、ここからここは半径が R になっているので、2分の1と R とルート 2X にはですね、三平方の定理より2分の1の2乗足す R の2乗イコールルート 2X の2乗という具合になります。したがって4分の1足す R の2乗イコール 2X の2乗という具合になります。で、ここで今求めたいものは、この半径 R ですので、 R を求めるために今 X の2乗がルート2分の 1R になってますから、
この x の2乗のところにルート2分の 1r を代入することによって r の2次方程式になりますよね。そうすると代入すると4分の1たす r の2乗イコール2かけるルート2分の 1r、 2かけるルート2分の 1r ということで、2とルート2で約分して、2はねルート2かけルート2って考えればね、ルート2消えてルート 2r になりますね。したがって、4分の1たす r の2乗イコールルート 2r、 これが、r の2乗引くルート 2r プラス4分の1イコール0、まあ、ちょっと分数嫌だから4倍しておきましょうか。 4r 2乗引く4ルート 2r たす1イコール0で、ここで解の公式を使います。まあ、偶数のやつで使うとですね、 a 分のマイナス b' プラマイルート b' の2乗引く ac ということで、8引く4でルート4、ルート4は2になりますね。なのでここは2となりで、約分したら、2分の2で割れますね。2分のルート2プラマイ1という具合になります。で、ここで2分のルート2プラマイ1なんですけれども、この三角形OAH ですが、今 AH が2分の1で、まあ、ここの角度がね、まあ、45度を半分にしてるから 22.5 度なわけですけども、でここはまあ90から、22.5 と180から90と 22.5 を引いて 67.5 度になります。で、今これ R って2つ出てきましたよね。2分のルート2プラマイ1ってことで、2分のルート2たす1か、もしくは2分のルート2引く1かなんですけども、これね、どっちなのかってことなんですけども、まあ、結論から言うとね、2分のルート2たす1の方になります。こっちだとね、ちょっとまずいんですね。で、なんでまずいかっていうことなんですけども、ルート2っていうのは約 1.4 ですね。ということで 1.4 から1引いたら 0.4、 0.4 割る2、だから2分の 0.4 ぐらいの値なんですね。そうすると、で、この値っていうのは、まあ、明らかにこれ2分の1より小さいじゃないですか。で、今この三角形 OAH の形見てもらえば分かると思うんですけど、この長さよりも大きくないとおかしいですね、ここの R ね。今角度がここ 22.5 でここ 67.5 だから、この向かい側の角、この角度が大きい方がもちろん向かい側の辺大きいですね。なのでこっち小さくてこっちが大きいって分かるから、これ2分の1より大きくなきゃいけない。だからこっちダメでこっち採用するわけですね。なので R が2分のルート2たす1という具合に出ます。したがって面積はですね、πr2 乗で出ますので、 π かける今言ったように r が2分のルート2たす1の2乗という具合に出て、そうすると π かける2の2乗で4で、ルート2たす1の2乗、これはね、カッコルート2たす1の2乗ですよ、ね、気をつけてください。そうするとルート2の2乗で2、1の2乗で1、2たす1で3、3たす2ルート2ということで、このように、なりますね。したがって、答えが4分の3たす2ルート2パイという具合に出すことができるよということです。はい。ということで、ちょっとね、この三平方の定理と、あと面積二通りで、二つ式を立てて、R と X の連立。まあ、しかもちょっと二乗の式が出てくるので、その辺の処理とかはね、少し嫌で、またルートが出てきたりするので、その辺は少し難しいところだったかなというふうに思います。で、実はちょっと別解があります。それを紹介して終わりにします。はい。別解についてですが、今求めたいものっていうのは、ここの半径を求めたいわけですね。ここを R とします。で、ここをちょっと H とすると、三角形 OAH、この三角形がですね、ここ45度の半分で、ここ 22.5 度ですね。で、ここが180から90と 22.5 を引いて、ここ 67.5 度というふうになります。なので 22.5 と 67.5 と90度、この直角三角形にちょっと注目します。ちょっと横にして書くと、こんな感じになるんですけども、今ここが A で H で O で、ここが 22.5 度で90度という具合になります。で、今求めたい長さっていうのはここからここの長さで、今分かっていることとしては、この AH の長さが2分の1ってことが分かります。で、ここの長さなんですけど、実はですね、AH と OH の比が分かるんですね。ここと、ここの比って求められるんですよ。
じゃあどうやって求めるのかということなんですけども、 22.5 度って2倍したら45度になりますよね。つまりここにですね、同じ 22.5 度のやつをもう一個作るんですね。これこうします。ここに 22.5 度作ってこうしてあげます。そうすると 22.5 と 22.5 を足したらこれ45度になりますね。ここは45度。つまりこれ45、45、90度の直角二等辺三角形を作ってあげます。でここで今45、45、90度の直角二等辺三角形を作ってあげたら、比ですがここ1対1対ルート2になりますよね。ここが1対1対ルート2という具合に出ます。でここでですね、角の二等分の性質使います。この角の二等分の性質、ここ A、ここ B、ここ C、ここ D とすると、これ A 対 B イコール C 対 D なんですね。なので今ここ角の二等分になってるので1対ルート2ですよね。ってことはここの AH とここのところ、ここ名前なんかつけよう、 C とかしましょうか。 AC の比がこれ1対ルート2なんですね。1対ルート2だから1対ルート2。ってことはですね、今この AC の長さですが、これ AH の長さのルート2倍出ますね。つまりここは2分のルート2で出るわけです。ってことは CH の長さが2分の1足す2分のルート2。ってことは CH と OH って等しいですね。 OH は CH であるわけだから、2分のルート2足す1ってことですね。2分の1と2分のルート2を足して2分のルート2足す1。なのでこっからここの長さが2分のルート2足す1と出ますよと。つまりこの半径が、この R がですね、この R が2分のルート2足す1と出るので、さっきと同じように πr2 乗で π× 括弧2分のルート2足す1でロロロってやると、答えが同じように出るよってことですね。ということで、実はね、こことここのね、比が分かる、この長さが分かっちゃうと分かっちゃうよっていう話なんですね。はい、ということで、まあ、つまりここのね、OH が要は比でいうこの ルート2足す1っていう比になるんですね。まあ、ちなみにね、あの高校生はですね、まあ、タンジェント、例えば 22.5 度っていうのが求められるってことなんですよ。ね、これ分のこれなので、ルート2足す1分の1と、ね、いうことで、まあ、有理化したら、ルート2引く1かけて、ルート2引く1という具合に、出すことができるわけですね。このタンジェント 22.5 度求められたら、これ分のこれで出るわけですかね。ということで、まあ、ちなみにタンジェント 67.5 度、ここ 67.5 だったら1分のルート2足す1で、ルート2足す1っていう具合に出すこともできます。はい。ということでね、まあ、ちょっとね、高校の範囲もちょっと、少しお話ししましたが、このような形で、解くこともできますよということです。補足説明でした。以上で解説終わります。では。